俳優の渡辺大地と神尾楓珠が、徳永絵里主演のテレビ東京系荒木ドラ25、恋の月。26日スタート毎週木曜25:00チルダに出演することが12日、わかった。渡辺大地神尾楓珠同作は漫画家、新田明による同名コミックを実写ドラマ化。31歳の平和子、徳永、は、恋人の風君と同棲を始めて3年目に突入した中、バイト先の映画館で、超タイプな生駒夢明と出会い、彼が高校生と知っても気持ちを抑えきれず、浮気してしまう。渡辺が演じたのは、和子の彼氏、蒼井風太、通称、風君。同棲して3年目になりマンネリ気味で、靴下を脱ぎっぱなしにするなどズボラな一面がある。一方、神尾が演じたのは、転校してきたばかりの高校生1年生で15歳の生駒夢明。映画好きで、和子と互いに惹かれ合っていく。渡辺大地コメント原作の漫画を読み、ポップでキラキラした質感の中で、心をえぐるようなギラリとした表現をしているところにグッときました。どこにでもあるようなありふれた日常の中で、ぐるぐると渦を巻いている不器用な恋のもや。もやを、見ている人たちと一緒に駆け抜けていくようなドラマになったらなと思います。楽しみにしていてください。神尾楓珠コメント今回、生駒夢明役を演じさせていただく神尾楓珠です。本格的な恋愛ものは初めてなのと、原作の漫画があるので、生駒にどう近づけていくか日々試行錯誤してます。普段はできないような恋愛の形ですが、15歳の純粋な気持ちを大切に演じたいです。放送を楽しみにしていてください。C、新田明、講談社、C、恋の月、正。作為委員会、本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。